わ、怖っ。めっちゃゾッとするやん。ゾッとするでしょ。何それ。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。うわちっちゃい。今日それないとやではないんです。違う、都市伝じゃない、都市伝違う、都市伝説だと思ってたんですけど、どうやらそういうわけでもないと。あ、都市伝説というよりはもう本当にあった怖い都市伝説。都市伝説だよ。都市伝説怖い話に近いんですよ。あ、そう、怖い話、都市伝説もう融合して、ああ一番ゾクゾクするみたいな感じなんですよ。それを僕が今日持ってきたんですよ。お前まさか関川淳二か。おお、出たー、やってきた、焦がした、出た、怖いなーのやつ。そこ開けたらもう怖いなー。怖いなー、一向にモノマネのレベルが上がらない。ということでやってきました、関川淳二の本当にあった怖い都市伝説。いやー、もう楽しみだよ。まずちょっと怖いお話をさせていただきます。なるほど。黒いセーターという話です。タクシーの運転手さんが運転していまして、女性が道路の脇でうずくまっているわけですよ。もう深夜です。あー、夜中、もうただごとではないと思う、うん、タクシー運転手さんはおりまして、まあ大丈夫ですかと声をかけました。あ、それは泣いてばかりなんです。なるほど。まあ事情を聞かないとということで、まあこうトントンと揺すって、まあ、振り向いた顔が顔面がドロドロに溶けている。きつ。それでもう一瞬で人間ではないと、はい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 、あ、もうこれヤバいやつだと悟って、もう一目散に沈黙をしながって、うん、下だね。下俺も下だぞ、ね、絶対下よ。ちょ高い。あ、高い。いや多分入ってるよ、レベル。なんかマジで今もしてない。え、今下え、下だ。どうなの、もう一度下。なんでえ、うーじゃない。うん、え、で、うん、まあ、ということですよ。その噂がタクシー会社を通じてその地元中に知れ渡ったわけですよ。うん、そうしたところ、何人ものタクシー運転手がその事件を体験するようになってた。実話なんです。何が怖いってガチの実話です。で、しまいに一般の方たちもその近くを通り過ぎた時に目撃することが多々あったと。タクシーの運転手はドロドロの顔を見たけど、その話を知ってたから、当事者の人以外、後から知った人は、まあ、みんな、まあ、黒いセーターの女を見ただけなんですよ。はいはい。その時ね、もう顔のことを知ってるので、もう近寄らないで逃げたんですよ。なるほど。はい、というね、まあ怖い話がありまして、それがなんとね、立木の出身地、埼玉県秩父市。やばいじゃん、見たことあるのじゃん。秩父市で起きたお話なんですよ。この一例、あの動画ですげえやんのよ。違う、何、ちょっとびっくりした、今、俺は今めっちゃびっくりした。めっちゃびっくりした、今のフラッシュ。すっげー光ってる。絶対映ってる、絶対映ってる、これ絶対だ。今回やばい、全然勝ちで。今のやばい。え、なんで見てないの。やばい、いや、怖いなということでね、正式に秩父の方なんですけどね。秩父で起きたんですよ。で、その数ヶ月ぐらい経った時にお化けが出るって書かれた石が置かれるようになったんですよ。誰が置いたのかは未だに分かっていないと。でもなぜか毎晩毎晩そのお化けが出るって書かれた石が場所変えてるらしいんですよ。結構でかいのにもかかわらず、で、結構不気味じゃないですか。そこがいつの間にかガチでヤバい心霊スポットとしてその地元で超知れ渡っていったわけですよ。もう完全に黒いセーターの女が出るで、もう心霊スポットだと。こっからが怖い都市伝説と言われるゆえんなんですけれども。なるほど。1977年です。女性がですね、貯水槽の中で死体遺棄される事件があるんですよ。貯水槽ですよ。みんなの水の嫌だね。え、ちょっと待って、その事件を追っていくと2年間そこに閉じ込まれてた。2年間気づかなかったんか。誰も気づかなかったんか。そうなんです。2年間誰も気づいてくれなかったんです。21歳の女性だったんです。身元を調べてた。まあ腐敗の匂いで気づいた発覚した事件なんですけど。なるほど。まあ結構不気味じゃないですか。不気味やね。いや、やばい。なんとですよ、これ、はい、お化けが出るってとこまでなったじゃないですか、風潮が。はい、すごい盛り上がったじゃないですか、あの心霊スポット。そこで起きた事件なんです。うわ、その人、その人のお化けってことか。そうです。だから顔がふやふや。そうだ。うわうわ、もう完全に一致してるんです。うわ
これが1977年に起きた秩父貯水槽死体遺棄事件。うわー、うわー、これはえぐい。黒いセーターとか着てたことある？まさか。え、黒いセーターかどうかはわからないんだけど、何が怖いって噂が先なんだだよね。そう、そこなんだよ。それがやばい。なるほどね。事件が起きて、はいはい、噂が立ってから発覚したの。すごく音だね、すごく音だね、すごく音だね。関川潤君、すごい喋り方する。すごいことなんですよ。水タンクは有名だよね、その話はね。なんか、多分ね、ノリが知ってんのは違うんで、みんなが知ってんのは画像のやつでしょ。新聞記事かなんか、うんうん、丸まってる女性の、それでしょ。あ、そんなのあるんだ。うん、やります。うわで、消防団の方がね、途中見つけたわけなんですけれども、うん、その消防団の証言によりますと、まあ点検はね、ちょびちょび入っていたと。半年に1回とか。貯水槽の開けるのが、実際開けたとしても60センチぐらいしか開かないと。で、水が常に満タンな状態だから、うん、ほぼ真っ暗でもう見えなかったと。ということは、2年間点検されてるにもかかわらず、女性はずっとその真っ暗の中でいたんですよ。いやー、気づかなかった。その点検してた人、いや、怖くない？怖いし、何やってんの？そう、怖いし、何やってんのの方が強いよね。だからもう相当、その女性の怨念が強まって、本当に霊として出たのではないかという事件。うわー、すごいな。だいぶ怖くないですか？怖い、怖いなぁ。あ、怖いなぁ。ねえの、あいつ、他にすいません、ね、あいつ、あいつはちょっと撤回ですよ。あ、すごい大先輩だね。ホラーの大先輩ですから。スーとか言うんだ。ズーあ、やるわ。あーズーって、トンって音が聞きちゃうね。あ、そうそう、怖いなぁ。怖いなぁ。怖いなぁ、怖いなぁ、ね、見えるわ。多分ね、しなくて大丈夫。でですよ、はいはい、本当にまあそれ新聞記事になりました。そちらのちょっと記事見ていただきます。はい、どうぞ。これなんですけど、フラン、顔も分からず、殺人では気味がある住民あるじゃないですか。うん、まあ、これがその事件の新聞なんで、うんうん、でも上の方には幽霊も、うわ、ちゃんと出てたの、その前から。ガチなんです。もう幽霊っていうか、これガチなんですよ。で、それのゆくゆく犯人が逮捕されるんですけれども、その犯人がその女性と付き合っていた彼氏だったんですよ。うわー、もうで、妊娠6ヶ月だった。うわー。で、何があったのか、まあ、殺害して、そこになぜか埋め込んで、入れ込んでしまったという事件なんですよね。むごったらしい、最悪、むごったらしい事件なんですけども、なぜここまで幽霊の噂が広がったのかっていうのはちょっと不思議じゃないですか。まあそうだよね、まあ、普通はいくら僕みたい、僕らみたいにさ、この怪奇現象に遭遇してる人間とはいえ、そんなに人を見るっておかしくないですか。そうだね、人見なくないですか。見ないですね。一般人の人も結構目撃談があったわけですよ。でゆくゆくこれ事件捜査してたんですよ。これ正体、貯水槽をもう気になってちょくちょく見に行ってた彼氏だったんですよ。どういうこと彼氏が夜中バレないようにちょくちょく貯水槽を監視して探りに行ってたんですよ。その男を見ただけなんですよ。ああ、幽霊だと思ってたのが、それが実はその犯人だったんだ。そう、だから体験談の話がめっちゃ来てる。うわ、体験談が半端ない。うわ、その人たちは知らず知らずに犯人を見てただけだ。あー、そいつが黒セーターを着てたから、その話が広まって、やっぱちょっと髪も長めだったんだね。そうなんだと思います。あとは真っ暗で見えなかったから細身だったとか。あ、もうそれ見えた段階でもみんな逃げちゃったから。そうそうそう、うわ、怖っ。めっちゃゾッとするよ。ゾッとするでしょ。何それ。もっと最後にゾッとさせます。目撃談ありまして、それは彼氏だったという話だったじゃないですか。はいはいはい、うん、さあ、最初のタクシー運転手が見たのは何だったんでしょうか。うわっ、うわっ、ガチだ。本物だ。ガチじゃん。ガチなんです。ちゃんと、うわ、ちゃんと関川淳二は怖い話持ってきますのでね。やばいな。何だろう、何だろう。怖いのも、もう3回目にして、3回目にして3回目にこそこそ3回目にしてこのクオリティですよ。どうですか、皆さん。いや、やばいね、これやばい。いや、クオリティが上がっていくことに日本語が下手になってる。すごいな。誰だろう。誰だろう。誰だろう。お前、話聞いてねえだろ。先生、女の人が誰だったんですよね。だから幽霊だよ、それ。あ、それ幽霊。本物の幽霊。そこでゾッとするやん。やめろ、お前かっこよく締めたんだから。関川にバカが迷い込むな。はい、ということで皆さん少しでもゾッとしてくれました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。いや、すごいよ。いい話。それでは次の関川淳二でお会いしましょう。
小指そんなことない全然定まってない